桶っていうのはこうたくさんのパーツがこう寄せ集まって組まれてるわけなんですけども、あれってすごいその作る方からしたらすごい面倒くさいことをしてる感じになるんですよね。でもそのでもなぜそんな面倒くさいことをするかっていうと、桶のパーツ1枚が傷んだりした時にバラしてそのパーツ1枚だけを新しく組み替えてまた組み立て直すっていうことができるわけなんですね。要はそのそれをこう繰り返してるといつの間にか全体が新品になっていく、要するに修理修繕しながら物を長く使っていくっていうことっていうのが、桶はその最初のなんていうかスタートラインというか存在が始まった時からそういう部分を内包してたっていうふうに思うんですよ。生まれた時に使う産湯から主食を入れるおひつ、で味噌や醤油を作る樽、で日常の洗濯用の桶であったりお風呂の浴槽であったり、で死んだ方入れるその棺桶ですよね。棺桶の桶も偉い人はこう棺に入れて埋められたけど、庶民は結構桶に入れてそのまま桶ごとお墓に埋めるっていうような習慣があったんで、そうするとまさにその生まれてから死ぬまで桶と関わってた日本人の生活っていうのはそれが数百年続いてたっていうふうに考えるんですけど、それが戦後まあ高度経済成長の中で急激になくなっていったっていうのがこの業界やっていうふうに思ってますね。祖父がその修行に入った頃っていうと京都市内で250軒ぐらい桶屋があったって聞いてるんですけども、それが今4軒ほどしか残ってない。祖父は、10人ぐらいの職人を育てたって聞いてるんですけども、父の代になるとその育てた職人っていうのは2人なんですよ。僕と、まあ、もう一人僕の大学の後輩なんですけど、それぐらいでもうパイ自体が小さくなってるんでどんどんその職人の数も減っていったっていうところがある、まあ、その中で結局今までのように日常使いのものばっかり作ってたらまさにこの生活ができなくなるっていうので、新しいものを作っていかなくてはならない、まあほんまに、ね、祖父の時代の10分の1以下のその仕事量に減ってしまったんで、まあそれは何とかしなくてはいけないなっていうふうに思ずっと思ってましたね。まあ、一つはやっぱりそのデザインとのコラボレーションというか、デザインというもの、桶のデザインというものを意識するようになったっていうことですね。まあ今までそのやっぱ日常の日々のものやったんで、そんなにじゃあ美しくある必要がないっていうと語弊があるかもしれないですけど、まさに質実剛健やった世界っていうのからおもてなしであったりその美しいものっていうものを作っていく方向へシフトしていったっていうことですね。まあそれが2010年にたまたま作ったそのシャンパンクーラーがその、フランスのシャンパンメーカーのドンペリニオンっていうところの公式クーラーに認定してくれて、まあ、そのことっていうのが僕にとっては非常に大きな出会いで、あ、このデザインとコラボレーションしてその今までにないような美しい桶を作っていったらそれが世界でも評価されるものになるんだっていうことに気づかされたっていうのは大きな出会いでしたね。
そこはあまりこう強く意識をしてるわけではなく、まあ例えば夜勤を入れるみたいなところっていうのはある種のその、証明書、うちで作りましたよっていう証明書ぐらいの程度にしか考えてなくて、無名性を無理に求めてるわけでもないんですけども、でもそのね、不明性の部分どうなんかな、そこはすごく難しいもんなんやけど、むしろその僕がっていうよりも、例えばその素材がであったり、この木桶の世界がっていうその感覚っていうのがすごく強くて、愛じゃなく We の世界かな。要するにアートの世界っていうのが私の表現やとしたら、その工芸の世界っていうのは私たちの表現だっていうふうに思ってるんですよ。まあそれは必ずしも人間だけではなくって、まさに僕が作る桶っていうのは、そのここにいっぱい並んでるこういう木とその僕との共同作業であるし、あるいはそのね、木とかその桶を作る技術の部分っていうのは、一人の人間では学びきれないほどのその膨大な量っていうの、データっていうのがあるんで、まあ、それをその代々、要するにその昔の人含めて作ってきたもの、だからその時間軸も含めた私たちウイの部分っていうのがこう存在してると思って、その一人の人間が作るものじゃないっていうような意味合い、そういう意味での無記名性っていうのは僕はそのあるのかなっていうふうには思いますね。すごくたくさんの桶を新しく作ってるんですけど、その大半っていうのはまあ淘汰されていってしまうやろうと思うんですけど、でもその一部でも生き残ったとしたら、次の50年100年っていうこう桶を作る仕事っていうのが残っていく可能性っていうのが高まるなと、まあ、そういうチャレンジを今してるんかなっていうふうには思ってますね。